石川県七尾市の被災者に温かいラーメンなどを食べてもらおうと、小諸市からキッチンカーが出発しました。小諸市のラーメン店と市議などが結成した信州小諸ラーメン応援隊、午前3時に石川県七尾市に向け出発しました。用意したラーメンは500食で、他にも牛すじ丼やコーヒーなども避難所で提供するということです。東日本大震災の時に本当に僕の手を握りしめて涙して、もうありがとうありがとうって言ってくれた おばあちゃんの姿が本当に今でも忘れられないので、ラーメンを食べてる間だけはいろんなことを忘れられるような、まあ、そういう時間を提供できたらいいなっていう。応援隊は午前10時過ぎに到着していて、昼食を振る舞うということです。